ITT2020 マイクロコンピュータ ITT2020 は欧州市場向けにアップルコンピューターのライセンスの下で ITT により製造されたアップル2クローンである。ベネルクス3国ではベル電話会社によりまた英国ではマイクロセンスコンピューターにより販売された。アップル2との大きな相違と ITT がこのパソコンが成功すると信じた理由は ビデオ信号を米国の NTSC 規格ではなくヨーロッパのパル規格に準拠したことによる。これによりカラーグラフィックスをアメリカや日本から NTSC モニターを輸入して使用するのではなく Apple i 2と同様に欧州の標準モニターまたはテレビで使用することができる。ITT は1979年からわずか数年間このコンピューターの出荷を開始。 ITT はユーラプラスがカラーグラフィックスをサポートしていないにもかかわらず市場から撤退した。ITT は13セクターの Apple i ディスクドライブと Apple DOS 3.2をフロッピーディスクで提供した。彼らは16セクターと Apple DOS 3.3へのアップグレードを提供しなかった。ITT 製の 220V50Hz 電源。ケースはや消しのシルバー色に スプレー塗装し、キーボードは黒。ITT2020 はパル信号に必要なより高い、クロック周波数を使用。Apple II が、NTSC のサブキャリア周波数 3.58MHz の4倍の 14.318MHz を使用しているのに対し、17.73MHz のクリスタルを使用。Apple II では、マイクロプロセッサのクロック周波数を14分割し、 1.023MHz としているのに対し、ITT2020 では17分割し、マイクロプロセッサのクロック周波数を 1.042MHz としている。躯体の後部のスロットが小さく、いくつかの拡張カードの装着が非常に困難。ITT2020 の初期のバージョンでは誤ったリセットが数多く行われており、ユーザーの不満が大きかったことから、 ITT2020 の後期のバージョンではリセットスイッチはコントロールキーの組み合わせで動くようになった。第4のアナウンシエーター出力はサポートされていない。Apple の出力で使用されている i o アドレスは ITT では追加のラムチップのバンク切り替えスイッチに使用されている A ではなく P として記載。グラフィックスを使用している Apple2 プ,プログラムを ITT2020 で上で動かすと問題が生じる。ITT2020 のために特別に作成されたプログラムは高解像度グラフィックスの適切な使用が可能となる。これらは Apple2 の最大279の水平座標ではなく最大359の水平座標を使用している。ITT は最終的にユーザーに高解像度画像の読み込み。 保存を許可するアセンブリ言語プログラムのテクニカルノートをリリースした ITT2020 の a p p l e ーとの最も重要な相違は高解像度のグラフィックスの解像度である ITT は a p p l e ーに使用された280ピクセルの水平解像度を360ピクセルに増加した一方垂直方向の解像度は a p p l e ーと同じとしたこれによりこのコンピューターは アップル2の多くのプログラムと互換性のないものとなった。パルのより高い周波数が必要なカラー副反送波のため高解像度の変更が必要なとなった。高いパル副反送波周波数を生成するビデオシフトレジスタに十分なビットを提供するためにアップル2の7ビットに対し9ビットのメモリロケーションが必要だった。そのため 16KX1 の メモリチップが高解像度メモリページに第9ビットとしてマザーボードに追加された。これにより、ROM 中の Apple ソフト、Basic Interpreter のグラフィックルーチンを変更する必要が生じた。この違いを明確にするため、ITT はこの Basic をパルソフトと呼んだ。長いグラフィックルーチンのためのスペースを確保するため、ハップラット命令は、 パラメーターの文字列ではなく単一のパラメーターに制限された。追加のラムチップは基本的には書き込み専用のメモリとしている。データはソフトウェアによりチップに書き込まれるがビデオハードウェアによって読み出される。チップに入力されたデータはメインのビデオメモリの第8ビットのデータ入力につながり書き込み操作においては第8ビットと同一となる。 追加のチップを有効にするため、第8ビットと同じデータが、第9ビットに保存される。例えば、メモリロケーションハイアスロックを 0B1 億千10万百0、B、1 110, に設定するためには次のルーチンが必要になる。LDA ドル C05E、イネイブルザエクストララムチップ。LDA80 ドルセット MSB21。STA ハイアスロック、セーブデータボースビット 8& ビット9。 LDA ドル C05 回ディセイブルエクストララムチップ LDA110010 ロードザリメインダーオブザデータ STA ハイアスロックセ生物ウメインメモリーバッドナインスビットリメインズセット第9ビットのみを変更するにはより多くのプログラミングが必要となる LDA ハイアスロックリードビッツ1から84ストアオンスタック LDA ドル C05E enable the extra ram chip. lda 0 bit q must become 0. sta ハイアスロック ,bad bits 1から8あれ also changed. lda ドル c 零5回 ,so disable extra ram chip. pla,relieve data from stack. sta ハイアスロック ,and put the old value back in 1から 8. 第 9bit を読み取る必要がある場合には 高解像度イメージをディスクに保存することが可能。これは、次の通り達成される。LDA-HIAS-6、リードアドレス。LDA-DOLC-063、MSB-OF-DIS-ADRESS-IZ-VALUE OF VIT-Q、OBRAST ADDRESS-READ-IN。BPL ノートセット、BLANCHIF-BIT-IZ-0。BITMAP bit グラフィックの Apple2 との互換性は、サードパーティー製の高解像度変換ボードを、 インストールすることで改善される。ITT2020 用の高解像度変換ボード。このボードは、第9ビットを無視するプログラムにより、ビデオへの影響を除去する。これは、Apple 2のグラフィックメモリに直接作用するソフトウェアとの互換性を大幅に向上させる。しかしながら、このボードを使用しても、カラーは元の Apple 2のものとは異なる。 高解像度変換ボードにおいて、パルソフトベーシックコマンドを使用すると、高解像度グラフィックスでは意図した通りにグラフィックを表示することはできない。ありがとうございます。